はい、ニコのホームセンターの話、ニコのホームセンターの話。家から離れたところに、同じホームセンター、同じ系列のホームセンターが2個ありまして、で、家からかなり離れてるんだけども、途中までは一緒のルートなんですね。同じ方面なんで、同じ方面なんで一緒のルート行って、途中から分かれて A というホームセンター、 B というホームセンターに行くわけね。両方分かれて全く正反対の方向です。で、 A も B も同じ親会社のホームセンターで、同じ名称のホームセンターで、何店何店っていうのが違うだけ。 A 店 B 店ね、同じホームセンターだけど A 店 B 店で、中に入ってる店舗とかもほとんど一緒だと思います。まあ店の個性があるんで、少しずつ品揃えが違うかもしれないんだけど、基本的に同じような、コーナーがありますね。これ下調べで判明してるわけ。私は自転車の工具とかね、電車のパーツが見たいので、そういう自転車の用のコーナーもほぼ同じような分量であると。店内のマップとかあるんでね、ま、ネットで調べられるので、それを事前に調べるとほぼ一緒なんですね。で、同じ地域に2つあるのおかしいじゃないかと思うんだけども、まあ距離は結構離れてるわけ。うん、そうですね、どんぐらい離れてるんですか。まあ10キロ20キロじゃないですよ、もっと離れてますよ。はい、だから途中まで一緒で、あるとこで道を折れて、で、A、今まで A 店に行ったわけね。 A 店に行ってました。 A 店に行っていて、 A 店ばっかり行ってたわけ。そこが最初に発見して、あ、ここ使えると思って A 店ばっかり行ってました。ばっかりって言っても年に数回しか行かないんだけどね。うん、まあ、自転車のマニアックなパーツを探しに行くだけですからね。はい、で、 B 店にも同じような品揃えがあるってことは事前の調査で分かっていて、でも B 店はなかなか行かなかったわけ。はい、なんでこれ B 店行かなかったのかなと最近になって思い始めて、存在は知ってました、だけど B 店は行ってません。最初に発見した A 店ばっかり、おかしいなと思ってずっと謎だったんだけども、先日自転車のパーツが欲しくなって、で、自転車壊れちゃったので、自転車で乗って自転車のパーツを買いに行くという、まあ、自転車壊れても一応乗れるんですよね。不具合があるんだけど一応走行には問題がないという、ちょっと気になるとかね、そういうレベルで、だけど、まあ、早めに交換したパーツ交換した方がいいだろうと、本格的に壊れちゃう前に、で、そこ行ったわけ。 A 店に行きましたね。で、あ、なるほどと行って最中気づきまして、私の立場としてはここの道の分岐点で A 店に行ってもいいし B 店に行ってもいいはずなんですよね。同じ自転車パーツを探しに行くだけだから。だけど私はなぜか A 店に行ってると。で、距離もね、 B 店に行く方がわずかに短いんですよ。うん、だから実際に B 店に行ってないから、道のりのアップダウンとかね、どのぐらい危険度があるとか、それは分からないんだけども、でも B 店の確実に距離が短いし素早く行けるだろうと。でもなぜか A 店ばかり行ってたと。これは最初に発見したからってのもありますし、慣れてるからってのもあるね。で、現在のその時行った時の状況は、自転車がちょっと壊れかけてると。で、パーツが交換が必要だと。で、 A 店に行ってなくて B 店まで行くった、 B 店にまず行って、で、なくて A 店まで行くっていう、そういう距離ではないわけ。それ無理なわけ、帰りもあるからね。で、それやるときはもう本当最終手段、2店舗回るっていうのはね、もう本当体力が持たない。特にこういう夏場ではやるべきではないというね。で、夏場はあんまり長距離走りたくないので、パーツが壊れてなければそこ行ってないんですよ。家から何時間もかかるからね。だからもうしょうがなく行ってるわけで、ということはどういうことかというと、確実に1回で買って帰りたいわけ、パーツをね、見つけて買って帰りたいわけ。ということは、この距離の短さよりも確実性、安全性が求められるわけね。絶対にここならある、慣れてるから知ってる、道も間違わない、で、前見たことがある、そのパーツが置いてるのね、というわけで A 店に行ってるわけですね。で、 A 店に行ったらやっぱりありましたよ。
自転車パーツ、公開のパーツ買ってんで帰りました。でやっぱり B 店に行くよりも距離は長いし時間もかかってるはずなんだけど、もう確実性がね桁違いですよ。今まで10回以上行ってますから。で5回以上は自転車のパーツをね買ってますから、そこで。だからあの棚に何がある、あの辺に何があると分かってるからね。例えばレイアウト変更したとしてもですね、大体分かるというね。うん、だから何て言うんですかね、そういう理由で今までも B 店には行ってないんですね。存在はしてても、大体家からね何時間も離れたホームセンターのパーツを買いに行くときはどっかしら壊れてるわけですよ。そうですね、スポークが1本折れていたり、まあ、スポーク1本折れてもね一応走れるんですよね。うん、ガクガクしますけども。だからスポーク1本折れてんで最初にスポーク買いに行ったらそこだし、だからやっぱりパーツの買い出し、これがね多いんですね、その、ホームセンター行くときは。だからパーツの買い出しを行くってことはパーツの交換が必要な状態、でもちょっと故障してる状態なんですよね。それで行ってるから確実に一発でそのお目当てのパーツを買って帰らないといけない状態なんですね。そんな寄り道なんかできないし、寄り道中に自転車が本格的にね壊れてしまうと帰れなくなるからね、もう恐る恐る行ってるわけ。うん、というわけでね、やっぱり A 店ばかり、距離の遠い A 店ばかり行っていて、 B 店には今まで一度も行ったことないという、もう何年も前もね前から行こう行こうと思ってるんだけど全く行ってないという。うん、まあ、だから次回はね平場で行きたいと思います。夏はちょっと苦しいので秋口になったら平場で自転車故障してなくてもなんかちょっとした自転車のパーツとかパーツクリーナーとかね、そういう消耗品とか、これを強引に B 店にね買いに行きたいと思います。でもし B 店が品揃え良ければこれからは B 店ばかりになるわけね。距離が短いし、はい、安全性も高ければ確実になるわけだから。でもし B 店行ってなければ A 店っていうね、そういう技も使えるし、だから次回はね必ずね B 店行きたいと思いますね。ただやっぱ故障したらね、自転車故障したパーツ交換が必要な状態だとしたら、やっぱり次回も A 店に行ってしまうんでしょうね。